田中一万一は、長崎県大村市出身の日本の検察官。1919年、徴兵により、来るメ師団入営。そのためもあって修学が、同年齢より5年ばかり遅れて、中央大学専門部法科に入学。1928年、中大専門部法科を卒業して、すぐに高等文館試験司法科に合格し、司法省入省。検事任官。 一五条の検事に、三馬ガラスと称されていた、井本大吉、柳川真文、馬場吉償がいたこともあって、暴流の会社関係の詐欺や、横領事犯担当の経済検事として目立つこともなかった。戦後の早々期、東京地検の初代引退増事験捜査部長、心意県認証外部長に就任。さらに馬場義続東京地検検事生の、女房役として、 同時席検事に就任。岸本義弘が部長時代に手掛けた首なし事件に目処をつけたのを手始めに同時席検事時代に特捜部長に山本聖二郎主任検事に河合慎太郎ら養殖の中大出身者と共に造船儀国や保全経済会事件取り続けに起きた会社関係の経済事件に関わることとなり会社関係の事件に精通していた。 棚からも日の目を見ることとなった。後、最高検察庁総務部長を経て、1959年1月31日、法務研修所、次長、1960年4月23日、横浜地検検事生、同年9月20日、最高検刑事部長に就任し、同職にて退官。読売新聞1959年2月12日付長官に異面。 ありがとうございます。